けてくれたりっていうのもありましたから。そうですね、じゃあ今度はどんな曲っていうのは、まあ、ファンの皆さんもそう思ってらしたと思います、うん、そうで、みんな心配もしてました、どんな感じで来るのかなって。でまさか秘伝っていうテーマで来るとみんな思ってなかったので、かえってバネちゃん秘伝の歌を歌えるのかなってみんななんか親心じゃないんだけど、みんな心配してたんだよね、そのバネちゃんのお母さん方が明るいキャラクターっていうのもあるからね、まあ、だけどすごく私にとって勉強になったのが、まあすごく悩んだところも結構あったんだけども、やっぱり岡千秋先生のそのアドバイスだったりとか、あとスタッフの皆さんのお話を聞いたりして、あの少しずつこう歌えるようになって、それもまたいろんなところで歌ってるよっていうお話を聞くと本当に嬉しくてね。大城バネさんも秘伝っていうテーマは、そういうきっかけも良かったのかなと思ったりしてね。